マイタイチです。今日はですね、野村くんちさんのファッションチェックしていきたいと思いまーす。野村くんちさんのやつ見てくれっていうのは結構コメントで来てたのよ。なんかね、めっちゃ多かったですね。うん、めちゃくちゃ多くて、はい、おしゃれやと思う俳優さん教えてくださいっていうのを聞いた時も野村くんちさんが出てきてたのよね。めっちゃ来てましたね、はるばる昔から、うん、そうそうそう。じゃあ野村くんちさんって誰なんや、何者なんやって言われてみればパッと出てこないよね。出てこないです。うん、軽く調べた感じ、俳優であり、ラジオパーソナリティであり、インテリアデザイナーであり、もうほんまにいろんなことされてるマルチクリエイター。なんで映画の脚本もしました。あ、そうなんや。まあ、そんなこうマルチクリエイターである野村くんちさんのファッションチェックしていきたいと思いますので、ぜひ最後のご覧ください。はい、ということで野村くんちさんの1枚目見ていきましょうか。はい、こちら、カーハートとのコラボでリリースされたセットアップです。まあ、このカーハートと野村くんちさんのコラボなんですよね。コラボ、どっちだったっけ、うん、カーハートとこの野村くんちか、その野村くんちが作ったインテリアデザイン事務所のトリップスター、うん、どっちかとのコラボする。まあまあ、なんかその野村くんちさんとカーハートがコラボしたというようなセットアップになってまして、はい、まあ、襟を立てるとカバーオールに様変わりするという優れものになっております。はい、まあ、現場にいる人が仕事してる時にクライアントが来た時にでも対応できるっていう、こうイメージで、イメージを元に作られたみたいですね。ワークモノ好きなくんちさんに関してはデッキーズでもこういうジャケットを作られてました。はい、うん、紳士とワークっていう相対するこう二面性を生かしたものづくりが好きなのかなと。なんか紳士なディッキーズを作るみたいな、うん、とかディッキーズでスーツを作るみたいなのがなんか毎回コンセプトで作られてたみたいですね。うん、でまあ何回かディッキーズとくんちさんはコラボしてるみたいです。はい、はい、お次です。まあ、MA1 をまとってパピコを片手に黄色の素敵なバイクと写ってるくんちさんですね。はい、まあ、インナーのくすんだグレーが素敵ですね。ネイビー、どなんかくすんだチャコールグレーっぽいような、ネイビーっぽいような感じで、ブラックとかこうガチガチのグレーじゃなくて、こうスミクロポン、スミクロポン、スミクロポン、スミクロっぽい感じな、スミクロポン。で、まあ、クイーンさんに関しては、まあ、マジでいろいろ見てた写真の9割がバンズかコンバースなんですよ。ほんまにどっちか、うん、バンズかコンバースでスタイリング組まれてると。マジで多い。うん、で、コンバースのオールスターとバンズのオーセンティックが多かった。そう、ほんまにどっちかなんですよ。うん、でもマジでこれの、まあ、いろんなカラーを履いてばっかりというのがクイーンさんなんですよ。まあ、自分の中のなんかこうマストアイテムとかマストアイテムワードローブがあるでしょうね。うん、ある程度年齢重ねてもこの辺のスニーカーはバチッとはまりますからね。うん、まあ、こういうクイーンさんのクイーンさんが今50歳かな、確か50歳、今年50か、そうですね。うん、なんで、まあ、それぐらいの年代の方でも、まあ、この辺りのスニーカーはバチッとはまるんじゃないですかね。まあ、そもそもクイーンさんの、まあ、スタイル自体が割とシックなスタイルが多いんで、うん、まあ、その辺にはしっくりくるスニーカーではあるんですけども、まあ、このスタイリングに関しても余計な味付けをしてないというか、野村くんいちとしてのファッションをしてるという。野村くんいちのファッションですね。はい、次です。はい、こちらハイボールを片手に歩くくんいちさんになってるんですけども、はい、もちろんここでもバンズのオーセンティックは入ってると。あんまりオーセンティックの何ふさわしいオーセンティックなスタイリングになってるんじゃないですか。オーセンティックなスタイリング。うん、あといろいろ見てて思ったのが、変わった形の服を着ることがあんまりないです。あんまりそのベーシックな形、うん、うん、ベーシックな形のものを常にまとってる印象。なんか変にレイヤードガンガンしてとかでもないし、まあ、スタイリングはもうパンツ、インナー、アウターみたいなスタイリングがすごく多いという印象ですね。はい、ここでもまあコートに T シャツで、まあデニムと、まあ、全てこう普遍的な形にアイテムをチョイスされてます。まあ、そんなベーシックな形の中でもこうレタリングの総柄ですかね、このコートに関しては。うん、まあ、それを着用されてて、若い頃の写真見たことないんで断言できないんですけども、まあ、昔からずっと変わらないファッションしてそうな、なんかそうっぽくないですか、感じよね。野村くんいちさんのファッションを調べたらやっぱ最近のやつがよく出る。おいおい、まあ、昔の写真、なんかファッション雑誌に出てるくんいちさんとか見たことあんねんけど、ちょっとなんかハードコアな、なんかパンクみたいなファッションしてる写真とかもあったけど、まあそれは雑誌用なのかちょっと分からへんけどね。はい、お次です。はい、こちら、言わずもがなのオーセンティックのスニーカーと、はい、でまあ、レオパード柄のリュックと、まあ、真っ赤のオーセンティックの組み合わせがかっこいいなというところですよね。カモ柄とかレオパード柄ってこう赤にめっちゃ相性いいイメージがありますけども、覚えて高校生の時に言われたんですよね。あの、多分僕とハッシーさんしか知らない名前出てくるんですけど、アキラさんっていう、おう、僕とハッシーさんがつながるきっかけになったような人、うんうん、になんか高校生の時ですね、鴨柄のジャケット一回買わしてもらって、うん、これ言うだよ、絶対赤のパンツ合わせろよみたいなの言われて、あ、鴨柄と赤ってめちゃくちゃ相性いいなっていうのがすごく10年以上前の僕に学んだことですね。あー、なるほどなるほど。今でもなんか参考になる。まあ、レオパードのリュックに関してはシュプリームになっております。はい、パーカーはファッキンオーサムとホッケーのコラボなんですかね。
これに関しては詳しい方お願いします。はい、お次です。まあ、やっぱりこう派手なシャツをまとってても全部ベーシックな形ですね、うん、ですね。まあ、こんな感じのテーパーの効いたスラックスなんかな、これは。どっちなんやろ。チノパンっぽい気もするけど、ね、うん、まあ、こういうパンツよく履かれてますよね、うん、なんかこうセンタープレスの入ったさ、なんかリーバイスのスタプレみたいな感じとか、あとこういうのもバンズとかコンバースと相性がいいですし、そういうのと合わされてると。なんかワコマリアとかってこういう形のパンツ多くないですか。ああ、確かに。テーパーの効いたスラックスっぽい。うん、でうちオーダースーツ、あの会社の授業の中でやってんねんけど、ワコのスラックス持ってきて、これと同じの作ってくださいって言われるケースめっちゃ多くて、それと同じの作ってあげんねんけど、いつも。そうなんや。作ってあげたら、なんか和子の形ないけど自分の好きな柄とか好きな色で作れるからっていうので、もうスラックスをサンプルに作った子ってまだ作りに来る子めっちゃ多い。前作った形でお願いしますって言って。確かに和子マリアのファンってめっちゃ根強い感じするんですよね。そうで、和子やったらスラックスで 4万5千円とかするから、それうちで作ったら3万以内とかで、ね、物によって作れるから、なんかよく作ってくれるけど、まあ、ちょっと話それましたけど、まあ、このスタイリングに関しては、あ、まあ全体的にグレーと白の色味とでまとまってると。まあ、そこにシャツのオレンジがナイスアクセントになってるというような感じですね。まあ、このオレンジとさ、うん、パンツの色味の相性もいいよ。めちゃめちゃいいっすね。うん、はい、お次です。スタノレオさんとの1枚ですね。はい、まあ、クインチさんは上下ホワイトスタイルというふうになっております。まあ、ビーニーがベージュで、バンズはブルーですね。うん、まあ、上下ホワイトってなかなかチャレンジしにくいとは思うんですけども、皆さんどうですか。確かにそうですね。うん、まあ、あんまりせえへんよな。しないっすね。うん、見はするけど、なんかなんでしないんですかね。なんかインスタとかのおしゃれなさ、ファッションアカウントとかで見たりはするけど、あんまりせえへんよな。確かに。俺に関してはシンプルに汚れが目立ちそうでしないというのがある。汚れがついちゃいそうで気にしちゃいそう。めっちゃ、まあ、白 T はみんな割と着るけど、白パン履くことに抵抗持ってる人は多いんじゃないですかね。まあ、あとこの、まあ、上下ホワイトスタイルに関してもうちょっと深掘りしていくとすれば、まあ、靴とか帽子である程度はっきりした色を見せないと平面的になっちゃうというか、なんか立体感がなくなっちゃうっていうのもあると思うし、いかんせんこのクインチさんに関してはかなりかっこよく着られてますね。大人のオールホワイトかっこいいですね。うん、かっこいいよな。うん、はい、次です。はい、こちらに関してはデカデカとセイコーというプリントがされたプリスウェットパンツ履いてるんですけども、はい、こんなに大きくセイコーって入ったパンツ履いてクールに立ち振る舞えるかどうかですよね。こんな感じで。これはもうクインチさんならではですね。うん、まあ、トップスに関してはニットなんですかね。これはニットっぽいね。で、まあ、ラフなパンツ履くときはトレーナーとかパーカーとかもいいんですけども、ニットとかシャツとかとね合わせてあげるといいですから。いいですね。まあ、セット履くときにニット着たりとかしてみてください。ちゃんと足し算と引き算がこの中でされてるというか、ね、スウェットとニットって、まあ、素材遊びもそうやけど、うん、まあ、あとやっぱ細かいところなんやけども、このニットのインナーに着てるこうスミクロカラーの T シャツ、うん、このチラ見せもいいですよね。いいですね。うん、このチラ見せがあるがゆえに、このトップスとのニットとスウェットパンツがすごいまとまって見えるというか、ここが白 T なのかスミクロかだけでだいぶ見え方変わるんで、めちゃめちゃ変わるっすね。まあ、俺もインナーにスミクロよう着るんやけど、いや、いいと思います。うん、ていうか、まあ俺ラップ T クソほど持ってて、そのラップ T がスミクロで作ってるから、ね、うん、それをインナーに着てるからってのもあるけど、スミクロのインナーいいですよ皆さん。すすちょっと困った時に一回インナーに着てみてください。はい、最後こちらですね。はい、まあ、なんともお行儀の悪い一枚ではあるんですけれどもまあレディメイドの細川さんとともにセントマイケルを出かける、カリソン・ヒル・デビットさんとの1枚になっております。ちょっとシュワちゃんに似てますよね。似てる、確かに。うん、パープルかぶりをね、はい、表現されたかったんだと思うんですけども、うん、まあこんな感じで国内外かなりいろんな、なんかジャンル問わずさ、いろんなつながり持ってらっしゃいますよね。すごいっすね、野村くんいちさんっていうのは。まああとこのファッションで言うと、このパープルのオールスターがいい意味で浮いてますよね、カラーリング的にね。うん、パープルのオールスターって履かれる方すごい全くいないと言っても過言じゃないぐらい。見たことない、確かに。うん、でまあパンツはこれジョガーパンツっぽい感じですかね。こういう感じですね。うん、まあ、それとカーディガンを組み合わせてると、うん、まあ、大人っぽいですよね。大人っぽい。なんか大人の余裕が感じられるスタイリングというか。クインチさんってカーディガンよう着るやん。着る。着てる印象あるけどさ、めっちゃかっこいいよな。あー、めっちゃかっこいいっすね。うん、こんな大人になりたいなというふうに思わせるスタイリングが多いクインチさんでした。はい、はい、ということで今日は野村クインチさんのファッション見させていただいたんですけども、なんか大人になってもファッションを楽しめるって素敵やなってやっぱり思うし。そうっすね。うん、かっこいいよ、かっこいいよな。なんかなんで、なんか別にブランドをしてるわけでもないじゃないですか、うんうん、なんやのにめっちゃ
ファッション業界からも注目されてるってすごいっすね。うん、すごいよな。ね、まあこんな感じで若手のラッパーから大人の、うん、俳優さんでもある俳優なんかな、俳優さんなんかなマルチクリエイターであるクイーンさんまでいろんな方々のファッションを見させていただいてるわけですけども、まあ最近あの取り上げてくださいっていうので声が多いのはティーパブローとか、あー、まあ、ジャスティン・ビーバー取り上げてくださいっていうのもあったし、まあそのあたりのコメントもどんどんこういう動画に反映させていこうと思ってますんで、はい、引き続きこういう人撮ってくださいとかこういう動画撮ってくださいも欲しいかも、コメント欄に欲しいっすねー、うん、割となんかこの人撮ってください、ね、今回みたいにさ、うん、ピックアップしてくださいっていうの多いんだけど、こういう動画撮ってほしいですみたいな、そういうのもコメント欄に欲しいから。いやでもそれ以上やったら週3で収まらんくなるっすからね。でもさ、それだけネタがあることは俺たちも嬉しいし、質問箱、俺自分のインスタで質問箱でさ、よく YouTube 載せてくださいって言うんやけど、やっぱみんなくれるからさ、すごい嬉しいんやけど、常にそういうのコメント欄とかにも欲しいから、はい、よろしくお願いします。こういう動画撮ってくださいっていうのがあれば皆さんぜひコメント欄までお寄せください。お願いします。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画しましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。次週の動画は重大発表あるからお見逃しないようにね。こすんなー